どうも、こんにちは。今回なんですけど、ちょっとこちらで、ね、見ていただきたい大宴スゴフェス、夏ということでね、月3ヶ月に1回ですか、3ヶ月のうちに、その大宴スゴフェスで、使う、石を貯めつつ、で3ヶ月の間の最後のね、こういう大宴スゴフェスが来て、それでガチャを引いて、それで新キャラであったりだとか、超すごいやつゲットしたりだとかっていうことができる、スゴフェスになってまして、年に4回開かれますよっていう、スゴフェスになっているんですけど、私ね、ちょこちょこと、京都冒険の方、プレイさせていただきまして、徐々に貯めていってたわけなんですよね。で、3ヶ月に1回っていうこともあり、ちょっと油断してたんですよ、私も。なんとなく察してる方もいると思うんですけど、それで8月の11日から13日で、この大宴スゴフェス開催されましたよというところで、それで、その間に引かないといけないっていう、形ではあったんですけど、大宴スゴフェスどうだったんだっけって気になったのが昨日でした。あれ、大宴スゴフェスって前なんか通知できてたよな。で、まだ期間あるよねってなりつつ、いつまでだっけってなって詳細見たところ、5日間遅れてました。ということで、今回こちらの大宴スゴフェス全く引けずに終わっているという、もう大やらかし落ちてしまいましたね。いやー、もうこの私の年に1回ぐらいあるこの大やらかしのね、ものでして、いや残念、本当に昨日もだいてましたよ。マジかーって嘘ーってだったんですよね。で、なんでこんなもだいてるかっていうと、超すごいやつゲットできなかったっていうのは、別にそこまで痛くないんですけど、正直チケットから出たりだとかっていうのもあるので、そこまで痛くないんですけど、問題はこれはね、今ラインナップされている日和、これがゲットできないのがまずい。これゲットできないのまずいんだよね、すごく。多分ですけど、今ね、一応詳細の方を見てみますと、こちらのキャラ、前回登場したヤマトの方が、この3ヶ月間で確かゲットするタイミングなかったと思うんですよね。多分なかったんですよ。で、今このタイミングでこのラインナップで出ているということは、もしかするとこの日より3ヶ月後にしかゲットできないっていう可能性が出てきたんですよね。なんで大宴すごいです、秋編の時にしか出ない可能性が出てきてしまったんですよ。なんで私この未所持の状態で3ヶ月間過ごさないといけないと。ただ前回同様でいくと、このヤマト、超進化前も超進化後もトレジャーマップとか絆決戦、海賊王への奇跡、そこら辺で特攻キャラになるんですよね、多分このタイミングだと。そうなるとね、いやーちょっと厳しいんですよね。ヤマトも最初の 1,2 ヶ月は結構使ってたりとかあったので、少なくともこの次開催される絆決戦だったりだとか、その次のトレジャーマップとかで絶対使われてくるとは思うんですよ。もうそこがね、もう残念で仕方がないっていう、ところになってまして、昨日すごい後悔しましたね。いや、確認したいと、っていう話です。本当に、いや聞いて欲しかったんですよ、これ。もう最近本当にね、いやなかなかこう動画も投稿できなかったりだとかっていうのもあって、いやなかなか確認もしてなかったんですよね。やらかしてしまいました。で、超進化のね、スカルの方ももう確かゲットしてるはずなので、本来であればこの日和に超進化できてるんですよね。で、日和もまあ優秀なね、性能持ちなのでね、いや欲しかったんですけどね。ワスロット変換できるのもでかいですし、この縄張り、なんといってもこの縄張り状態にできるっていう、今回から追加されたね、縄張り状態にできるっていう効果が、やっぱなかなか優秀なのでね、
いやー惜しかったな。一応フレンド船長にすればどうにかなるのかな。いやでもフレンド船長にしてもそこまで優秀でもないので、別にしたところでって感じなんですよね。うん、いや欲しかったな普通に。それこそ今縄張り状態にすることで戦意濃く発動されるような、効果なんですよ今の新キャラって。あの桃之助であったり、ヤマトだったり、まあ、なんでね本当ルフィ持ってない方とかはね、この日和で代用する場面が絶対来ると思うんですよね。まだこう縄張り状態の効果のキャラが少ないので、その後こうやって配布でゲットできるキャラは絶対ゲットしておかないといけないところなんですけど、それを完全に逃してしまうっていうね、本当残念で仕方がないっていう、話でございました。いやなんかどっかで やってくんないかな、もう一回リベンジマッチみたいな感じで。もう石は大量にあんのよ、で引けるのよ、だからどうにかもう一回開催してくんないかなって感じはあるんですけど、でもただねこの今回出ますか、この大竹すごべさはね、このランキングみたいなのもあるので、まあまあやんないでしょうということで、まあ、3ヶ月後っていう形にはなっちゃいますね。なんで今後例えば絆決戦でこの日和使うっていう場面があった時、もしかすると実践はできないんですけど、まあ、口頭で説明しながら、編成に加えたりだとかっていうことはするかもしれないので、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、まあちょっと編成動画の時とかはちょっと、まあ編集とかでどうにかしようかなと思っていますので、まあぜひともね、編成動画の方はちょっとどうにか工夫して、投稿していこうかなと思っていますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあちょっと今回もうやらかしてしまいましたよっていう話の動画になっていました。はい、もう本当に残念、もうどうにかなんないのかな、ねえどうにかなんないのかな。まあ、ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。皆さんもねこういう経験あるかなと思いますので、私もまあどうにかこういうことがないようにね、まあ、毎回言ってると思うんですけど、ちょっと気をつけながら、詳細とかも確認しながらやっていきたいなと今後は思っております。まあ、ということで皆さん、同じ経験をしたと、今同じ状態ですよって方、コメントよろしくお願いします。励ましてください、私を。私も励まします。まあ、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。